こんにちは、東京不動産大学稲垣義久です。今回の動画はですね、図面の見方の中で、不動産業者のですね、取引の対応とか、そういったところを見ていければと思います。基本的には、図面のですね、右の下側に書いてあって、皆さん気にされたことがないかもしれないんですが、これを見ていただければ、お分かりになるかなと思います。賃貸とですね、売買で表記が異なります。賃貸のところから解説していければと思うんですが、まず以前の動画でもお話したと思うんですが、仲介手数料は貸主と借り主で合計 100% までです。賃料の 100% までになります。7万円の賃料の場合ですと、7万円の消費税までしか取ることができません。で、これを見ていただきますと、取引の対応っていうものがありまして、ここは専任例で書いてあるんですけど、取引の対応というのは貸主、代理、専属専任、一般というふうにあります。この中で貸主とか代理の場合っていうのは、仲介手数料が、貸主や代理っていうところから払われる場合もありますので、お客様が払う必要がない物件もあります。で、ここですね、手数料の部分なんですが、貸主と借り主で、どちらが負担をするか、貸主が100、借り主が0っていうこともあります。で、これはですね、管理会社って呼ばれる、不動産会社さんと、仲介会社さんで手数料をどう配分するかっていうことが書いてあります。で、この場合ですと、仲介会社さんがお客様からいただいた仲介手数料を 100% 取ってください。で、お客様から 100% 仲介手数料を取ってください。そういった意味になります。これパターンがありまして、貸主が100になっていて借り主が0だった場合ですね、借り主さんが払う必要がないので仲介手数料無料になります。で、ここですね、元付け、客付けが50、50っていう場合だったら、その仲介手数料を半分半分で分けますので、仲介会社さんは 50% の手数料収入というふうになります。で、これですね、もしかしたら50、50で分けないといけなくて手数料の収入が減ってしまうので、紹介しない仲介会社もいるかもしれないです。なので、ちょっと気をつけてみていただければと思います。で、売買の場合ですね、これ取引の対応は同じように、売り主、代理、専属、専任、一般とあります。で、この場合専任となってますけど、売り主ですとか代理の場合ですね、ここから仲介手数料が払われるので、仲介手数料が無料にできる場合もあるかと思います。で、売買の場合はですね、仲介手数料は売り主、買い主双方 3% なので、両手と呼ばれるですね、売り主と買い主双方から 3% ずつ取るということもできます。で、元付け、要は売り主の代理の会社さんが 3% 取って、買い主の代理の会社さん、仲介会社さんが 3% 取る、このケースも、もちろん OK になります。なので、売り主や代理と書いてある物件でも、売り主さんから手数料をもらって買い主さんから手数料をもらうってことは NG ではないので、仲介手数料無料にできるかもしれないという形になっています。で、ここの手数料の部分ですね、別れと書いてある場合はこっちのケースになりまして、買い主さんから手数料を取ってくださいというものになります。で、ここに 3% っていう形で書いてあれば、手数料が 3% 出ますということなので、手数料無料にできるかもしれませんという形になります。で、チャンネルご覧の皆様ですね、少しでもお役に立ったなと思っていただければ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。